寺西くんが本当に仕事をやってるのか。ハッキーさん、何今座長、うん、ああ、すみません、よろしくお願いします。あ、いいよ、一回ちょっとやっぱ言ってみた方が、あ、確かにの方が多分分かると思う。え、何何何、ちょっと、の寺西くんに今一件現場をちょっとねやってもらっていて、そこの現場をねちょっと通り道なんで、次の打ち合わせの、まあ次の打ち合わせがちょっと 2時間か3時間ぐらい時間があるんで、ちょっと覗いていこうかなと思って、しっかりやっとるかどうかね。まあ寺西くんやでしっかりやってくれとると思うけど、わからんやんその辺は。いきなりなんでね、抜き打ちなんでね、あの覗いていこうかなと思います。塗装のことはね全然経験も豊富やしね、綺麗な仕事もするしね、丁寧やし、でもわからんやん、影では手を抜いとるかもしれんやん。だからまあ抜き打ちで、まあ初めてのことなんですけど、まあせっかく YouTube やってるんでね、まあこういうこともねちょっと動画に上げつつ、寺西くんが本当に仕事をやってるのかっていうのをね、まあ今日応援の方が寺西くんの先輩の方と、まあ加藤くんもねいるみたいなんでね、まあどういう感じでやっとるか心配なんで、ちょっと見ていこうかなと思って、大事な打ち合わせの合間に行ってきます。レディゴー。現場に到着しました。さて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 、寺西くんはしっかりやれとるかな。お疲れっす。お疲れ様です。コーヒー飲んでください。あ、どうぞ。ありがとうございます。コーヒー飲んでください。ハッキーさん、何今さ、今日カメラ回してますよ。何すか、どうしたすか。しっかりやっとるかなと思って。ああ、僕らがですか。ああ、バレるバレる、手抜きがバレる。え、どうしたんですか、いきなり。いや、しっかりやっとるかなと思って。いやいや、めっちゃかっこいい。ちょっと助かる。え、ちょっと ちょっと、センサーかな、これ。やばいっす。アウディの大きいやつが一番大きいやつ。そうそう、Q7 もあるんだけど、Q8は乗りにくかったで、Q7 がいいかな。かっけえ。ちょっと行ってくる。おーい、おーい、おーい、じゃない、このタツキさんが経営者っぽい。そうですよね。経営者っぽい自分が言うの。作業着じゃねえもん。作業着じゃないもん。作業着じゃない。じゃない。俺なんか打ち合わせのクラスですよ。一回見てもらった方がいいと思います。あ、今下塗りやったんです。うん、下に見てもらおう。はい、まあ、チェックしようかな。チェックって言ってもわからんけどね。一応まあ、大志くんの信用できるジュンさんが、
言える。間違いない。間違いない。間違いないですよね。ちゃんと仕事するもん。間違いないですよね。ちょっと足しましょうか。あ、この白色のが下塗りってやつ。黒やもんね。あれ、コーキングは？コーキングはあれ、やり替えるって言ったら、これ後打ちなんですよ、今回。無機塗料なんですよ。カメラ考えましょうか。で、かしこまるのやりましょうか。ちょ、見て腕組んどるからなんかおとなしい今日。YouTube でこうやっていきなり始まるでしょ。怖いな。怖いっすね。え、普通仕事しとっただけだけど全件も急に現場来るっすからね。ありますよ。塗り方大丈夫なのかな。大丈夫っすよ。いちゃもいちゃも。いや、なんかみんなつけてくるんですけど、なんかいや、いいんかな、いいんかな、いいんかな。一回ちょっとやっぱ塗ってみた方が、あ、確かにの方が多分分かると思う。なんか前、塗りたいみたいな。塗りたい、やるっすよ。下やったら、あの安全帯なしやから。あ、できる。いや、汚れたら困る。ちょっと一回ヘルメット、ヘルメット塗ってなきゃ。ちょっと一回ヘルメット。え、なになに、ああ、登ってチェック、ちょっと一回登ってチェック。え、なになに、チェック、チェック、チェック、え、登危ないもんで、ヘルメットかぶ。ああ、上のチェック、上のチェック。さあ、ちょっとヘルメットかけていい。あ、いいですよ。え、ああ、めっちゃいいよ。いい、メガネがペンキ塗りに来たみたい。サムネ、うん、ペンキ塗りに来た経営者とか。サムね、じゃあ実践編ちょっと行ってみましょうか。実践、よし行こう。よし行こう。ああ、実践もね、形としてね。ちょっと待って、汚れるね、ちょっと。ちょっと汚れる。全然だよ。ついとるやん。え、加藤君汚れてない？え、大丈夫ですよ。汚れてない。ジュンさん、ちょっとお手本だけ教えてもらっていいですか？よし、なら、塗装歴何年でしたっけ？わからん。お前大ベテラン。20何年で、まあ、大ベテランちょっと技だけ見てもらってね。まずやっぱり早っ。簡単そうだね。簡単そう。これあんま汚れんすもんね。ああ、本当に。あんま飛び散らんすね。これちょっと一回やってみますか。ちょっとだけ。これで？こっちちっちゃい方がよくない？いや、ちっちゃい方が高いとかやもん。え？ちょっと待って。ちょっとビビりすぎです。ちょっと。え？ここ？ここいい？こ、縦やったら大丈夫。もっと近くでやったらいいんですよ。ちょっと待って。逆にペンキ使えるでしょ、もっと近くで。あかんすよね、ゼさん。え？何近くって。もっと、ここの中に。中入ると、中入って入って結構垂れるかもしれんし。楽しい。激しく汚れる。大丈夫だよ。おいやるねテンポが大事。やっぱ飛ぶ、これ飛ぶ。エリとしては飛ぶ。真ん中にちょっと気をつけてくださいね。なんか怖いですよ。仕事が早いんで怖いですよ。何時間ですか？じゃあと何時間ですか？2時間か2時間半ぐらい。おい終わった。やっぱセラミシ君のとこ来ちゃあかん。どれだけしたといい。ありえんわ。あの、乾いちゃうんで早くやってかんと。
もうちょっとそんなところやおい、そこじゃない、そこじゃない、もうもう知らん、もうもう知らん、俺もう知らんよ。もう知らんよ。あれ、目がね、汚れてる。え、多分、色分からんねん。あ、もう、見えづらくなって。あ、いや、うわ、預かっとこう、俺。預かっとこう、危ないよ。うわ、最悪や。めっちゃ乗るだね。もういい。もういいよ、俺は。これ見えん、ジョンさん、メガネ。全然メガネ。やっぱ、メガネやっぱないと無理や。メガネ。メガネ。ちょっとトイレ行ってくるんで、ちょっと渡しておいてくるんで、カメラ。じゃあ、ちょっとトイレ行ってくるんで。メガネが見えん。目が見えん。何これ、ちょっと待って。お、家かっこいい。かっこいい。やっぱ、限度みたい、限度。ちょっとやりすぎだ。やりすぎやわ。かわいい、あ、見える、見える。かわいい、かわいい。見える、見える。見える、見える、めっちゃいい。めちゃくちゃやん、もう。なんでもあれ。どうですか、でも結構、材料厚めで。見えんし。見えんから、見えんから。ほんで、ジュンさんどこ行った先輩。わかんす。改めて見て最悪。あんまりへこむのやめてもらっていいですか。なんか僕らが悪者になっちゃうんで。悪くない。やどしい。寺西君は何でもやっていいんや。やってもいい。やどしい。やるな、寺西。中でお疲れっす。ないです、文句ないです、何も文句ない、文句ないです、もういいです。まだあの仕事の契約します。署から、請求書の金額から卒業引いとくで。500円500円。おい。バイバーイ。